巨人、松田信弘、選手は、行け、と言われたところでやるしかない。最初のゴロ処理をお手玉した末に悪送球し、失策が記録された、行けと言われたところでやるしかない、何ができるかを考えてやる、と覚悟をにじませた。40歳にもなってこの仕打ちは、巨人の上がり目が菅野しかないの草も生えない。キャンプとかでも全くなってなかったんか？シートノックは受けてた勘の良い巨人ファンはその時に察してた。エラーしたけど同情されるわ。すぐ吉川に変えたし一体何やったんや。あと1年ソフバンが面倒を見てればね。2軍でじっくり育てればへのリベンジとの道しりでの秘密兵器枠や。高校時代はショートだしセカンド人生初かもしれんね。ソフバンから出ていったバカ新天地で40歳のロートルが厚遇されるわけないやろ。出番たっぷりで厚遇されてるんだよな。そもそも松田セカンドで使うのが畑岡やろ。サードの範囲狭すぎてファースト練習させられてたのにセカンド手を間。そういやうつ持ちだったよな。めっちゃ病んでそう。亀井も無理やり5番で起用されてたし、選手は被害者でもある。これソフトバンクで引退しといた方が良かっただろう。ご視聴ありがとうございました。